うまけらいいの。こう、糸と唐辛子。どうも、リュウジのお兄さん、リュウジです。ということで、今回はですね、私の思うですね、節約飯を作っていきたいと思います。題して、もやしで作るチンジャオロース。これ、非常にね、安くてうまいんですよ。栄養価も非常に取れるんで、今回はですね、もやしと豚こま肉で作るもやしチンジャオロース、これをやっていきたいと思います。絶対役に立ちます。リュウジのバズレシピ。材料紹介はもやしです。もやしですね。僕も昔もやしっ子ってよく言われますけども、もやしよく、はい、豚こま。僕も昔豚こまって、豚こまとは言われてねえな、おかまみてえだとは言われたことありますね。はい、そしてニンニクが一かけ。他の調味料は概要欄に書いてあります。そちらチェックしてみてください。今回の節約レシピということで、ただ飲まないと僕のテンションが上がらないので飲んできたから、ちゃんと接続したお酒を飲んできた。まずここに炭酸があるじゃん。飲みます。これただの炭酸です。でここにウイスキー高いんですよ。今月だったら許される。さらなる節約をするためにもうこれを飲みます。でこれを優しくこうやってやるのがコツでございます。ということで超節約チューハイいただきたい。聞くぜ。ということで自分にも家計にもエコな感じでやっていただきます。じゃあまずね、ニンニク切っていきます。皮むいて、今回はねチンジャオロース風なんでおろしにしないでちょっと刻んでいきたいと思います。はい、刻みましたね。そしたらチンジャオロースっていうことなんで細切りにしたいんですよね。これね、今豚こま肉あるじゃないですか。縦の方向にね、なるべく細切りになるように縦の方向にね、重ねていくんですね。で、このまま炒めちゃうとお世辞にもチンジャオロースとは言えないような感じのこの肉の太さになっちゃいますので、これね、重ねていくんですね。はい、重ね、で、重ねてったら、で、ここで切っていくんですよ。ちょっとね、バラバラになっても全然平気なんで、ここまで細くしちゃうんだったらちゃんとした肉を使うよりこま肉の方が全然美味しいです。はい、はい、こんな感じで細切りになりましたね。これが最高に美味しい、炒めになります。さっき細切りにした豚こまですねを入れてください。でここに軽く塩コショウします。はい、軽く塩コショウして、で、お酒と片栗粉を入れていくんですね。お酒を大さじ2杯入れます。大さじ2杯はね、30cc ですからね。片栗粉で、これで揉み込む。これね、何をしてんのかって言ったら、片栗粉をお肉にまぶすことによってお肉から水分が逃げづらくなってですね、お肉が非常に柔らかくなるんですね。これね、非常に効果的な中華のやり方なんで、本当はね、卵とか混ぜたりもするんですけども、今回は全然やんなくて大丈夫です。揉み込んだら OK でございます。こっからもう炒めに入っちゃいます。じゃあやっていきたいと思います。じゃあ油がね、可愛いフライパンやってますけども、僕ね、サンリオとコラボもしてるんでね、すごい可愛いんで、サンリオの効果で僕も若干可愛くなってるんで、気になる方は見てください。あんま気にならないかもしれないですけど。で、油大さじ1杯引きます。はいね、これぐらいかな。まずね、ニンニク炒めていくんですよ。ね、ニンニク非常に重要です。もやしと豚肉しかないんで、ニンニクのパンチはね、効かせた方がいいと思います。焦がすんじゃなくて、やっぱ香りが出てくる前ですね。香りが出てきたら、ここでお肉ですね。で、お肉もちょっとばらけさせて入れてください。はい、入れてあげて、はい、入れてあげたらもう全部混ぜちゃいます。で、ニンニクの炒まり方っていうのは、このお肉が入ると、ニンニクってこれ以上炒まりづらくなりますので、で、ここでここでですよ、ここで調味料入れていきます。オイスターソース、はい、大さじ醤油です。醤油がね、大さじ半分、半分とかこれぐらいかな。で、お砂糖です。甘みちょっとあった方がね、チンジャオロース美味しいんで、ね、はい。で、ここで味の素、お肉の旨味にグルタミン酸を入れて深い味にしていきます。で、ここでもう全体を混ぜていきます。はい、はい、全体絡まったらですよ、こうなったらちょっと黒胡椒も入れましょう、パラパラと。はい、はい、そしてここにもやし、いや、もやし洗わんでいいですからね。はい、もやし 200g 入れます。僕んちのスーパーに売ってます。
200g。 でもセブンとかだと 250g だったりするんで、皆さん気をつけてくださいね。はい、でここで炒めていきます。はい、ね、これめっちゃ動くね。あ、わかった。これが下があんまずれないようになってる。はい、こんな感じでございます。で、もやしってすぐ炒まりますんで、もうもやし入れて本当に1分するかしないかでもう完成。うちらに持っていきます。これなんですよ、もうさ、チンジャオロースじゃないじゃん。でも細切り炒めなんで、風といえば、うん、大体ね、料理とかね、風って言ってればね、大丈夫だから。うまけりゃいいのマジで。だって美味しいもの食べたいと思ってみんな料理作ってるでしょ。どんだけ基本と違ってても結果うまけりゃ OK。 でここでまあパラパラっとね、あの小ネギを散らしてね、最後ちょっとあのもうチンジャオロースっぽいことさせてくださいっていうので、あのこう糸唐辛子ということで、こちらでもやしチンジャオロース完成。それではできましたので、いただきたいと思います。くー、俺これ好きなんだよね。あー、やっぱうまいな、これ。うん、もやし最後に入れるからシャキシャキ感たまらない。豚こまも細切りにして片栗粉とお酒まぶしたんで柔らかいんです。最高です。くー、うまい。味変化を見る。大体ラー油かけとけばいいっていう僕の思考です。ありがとう。めちゃくちゃうまい。片栗粉を肉にまぶしたことによってお肉ともやしとの絡みがすごく良くなってるんですね。これは素晴らしい。じゃあ来てください。乾杯。はい、はい、じゃあ、いただきます。出ていこう。はい、うまっ。もやしのこの炒め具合が最高だもん、多分。うまっ。じゃあこれはすごいね。これは驚き。これはこれで締めよう。これなんだっけ、これ。もやしチンジャオロース。うん、シャキシャキ。まあ終わりでいいんじゃない。で、あのチンジャオロースってのはもともと牛肉で作るんですよね。だから牛肉で作ってほしい。でも僕関東の人なんで、ちょっと関西の方にはちょっと申し訳ないですけど、全部豚なんですよ。関西行くとみんな牛。うん、その論争も昔なんかしてたよね。肉じゃがか。肉じゃがだ。肉じゃが。いや、肉じゃがは牛派か、豚派かで、で、いや、僕豚ですねって言ったら、もう関西の人が、いやいや、リュウさん、それ豚じゃがですよって言って。え？じゃあ肉じゃがはなんす、え、なんなんですかって言ったら、いやいや、肉だから牛でしょ。え、でも豚肉も肉じゃないですかって言ったら、いやいやいや、肉って言ったら牛で、豚って言ったら豚じゃないですかみたいな。おー、なるほどーっていうのだった。え、じゃあ肉まんはどうなんですか。肉まんは牛肉の豚まんでしょみたいな。あー、そう。なんかそれ高尾も言ってたっけ。高尾も言ってた。高尾も言ってた。いや、まあもう全然豚でも美味しいから豚でいいんじゃないですか。豚でいい、豚でいいよね。うん、うん。